皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。本日靴下の日ライブリレー2022、昨年に引き続き今年も出させていただくことになりました。お誘いくださったなほねー、いつも本当にありがとうございます。ということで今回も靴下の編み方動画という形になりまして、事前に撮影しておいたプレミア配信になります。11月11日当日、チャット欄でわちゃわちゃおしゃべりしながら楽しんでくださるもよし、後からアーカイブでじっくり攻めてもらうのもよし、ぜひどうぞ楽しんでくださると嬉しいです。はい、ということで私に与えられた時間は1時間しかありませんので、ちゃっちゃと説明していきたいと思います。今回編む靴下は、題しましてフロントシームソックスです。フロントシームソックス、シームは縫い目のことですね。だから、フロント前面の部分に、縫い目があるよっていう、そういう靴下です。今年やらせていただきますのは初心者さん向けという形で徹しましたので、まあどなたが見ても一応わかるような感じとしたいと思います。使った糸はですね、こちらの糸になります。レラーナのフロッテソック、霊源暴言マルチ、色番がですね1484番です。で、まあこれは 50g 玉なので、もう一個同じようなのがあるという形で、これは私の在庫で、使っている糸なんですけれども、これはなんでこれを選んだかというと、結構超ロングピッチの色の移り変わりが綺麗だなと思ったので、これにしました。はい、で使用する道具 2.5 ミリの輪針です。まあ、80センチ以上あれば大丈夫、輪針です。でそして何号でもいいんですけど、かぎ針ですね。はい。まあ私はちょっとこっちの4号を使いたいと思います。でそして、別糸の鎖の作り目から始めるので、まあちょっとすでにもう鎖出来上がっちゃってますけど、まあだいたいこっちが1メーターぐらいの長さの、30目が作れる、別糸です。それを1本と、まあコットンとかの方が、ひっつくことがないと思いますので、いいかと思います。コットンか、これはフラックスですかね。はい。こういう別糸。で、そしてもう一本別に、これはだいたい50センチぐらい、の別糸。これも用意していただきたいと思います。で、そしてですね、今回作るこの靴下は、初心者さん向きということで、表目オンリーでいきたいと思います。裏編みをするシーンはおそらくないはずです。で、さらに、表編みだけではなくて、まあ、二目一度とかそういうのは出てくるんですけど、まあ、それは表目の二目一度だから簡単かなと思いますので、まあ、実質表目だけで編めちゃいます。かぎ針で、ちょっともうここ端折っちゃいましたけど、かぎ針の鎖編みを作ります。まあ、30目以上あれば大丈夫です。で、きっちきちに作らないで、ちょっと若干緩みを持たせて、鎖編みを編みます。で、そして編みましたら、こっちが始発点。で、こっちが鎖の上ですね。はい。で、この鎖の、こっちがこの正面。正面のくるっと回すと、裏側、この裏山のところを、漏れなく30目を拾っていきます。この裏山に針を入れて、糸端は短くていいです。短いままで、余計な長さは取らないで、短いままで拾っていきます。裏山に入れて、拾う。違う。初っ端から間違えました。30目って確か言ってたと思うんですけど、60目です。60目作れる鎖の糸を用意してください。なんかすごい間違えてる。60目を作ります。往復編みで編み地を編んでいきたいので、30じゃなくて60です。ということで今30、あと30編みます。
はい、大変失礼いたしました。60目を拾いました。あとはどん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 ガーター編みの編み地になるので表目で編んでいくんだけれども、この編み地の両サイドは滑り目にします。滑り目にするときには一番最初に編むときだけ、最後は普通に表目で編みます。だから、ひっくり返します。編み地をひっくり返して、まあ、糸は手前なら手前、後ろなら後ろ、もうどちらでも構いません。統一してください。で、私の場合はちょっと手前でいきますね。手前にした状態のまま右から左に針を入れて滑り目で、そしてよいしょと向こう側に持ってって、あとは表目で最後まで編んでいきます。滑らせるのは一番最初の目だけ、こちらの面も裏側の面も両方です。で、編み地がガーター編みなので、上下がこの縦が、ゲージが普通のメリヤス編みよりも縮まる感じの編み地で、横幅が若干ちょっと広がるという、そういう編み地になりますので、履いた時にすごく多分伸びる靴下にはなるんですが、見た目的にちょっとこう普通のサイズよりも小さめにして、出来上がってっていう感じの靴下に、なるかと思います。で、また、今度表に返しますね。さっきのは裏でした。で、これも同じことを繰り返します。まあ、私の場合糸は手前の状態にしたまま、右から左に針を入れて、で、そして滑らせるだけ、滑り目です。あとは最後まで表目で編んでいきます。だから一番最初だけ滑り目にすることで、で、それをどちらの面も繰り返すことで、この両サイドが滑り目が出来上がるわけですね。で、滑り目っていうのは2段で1段分の鎖がどん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 こうできていくので、滑り目をし忘れちゃうと、後でこの端っこの編み地をくるんとこう縫い目状にこうつなげるんですけど、滑り目同士を拾うことになるから拾いやすくなるわけなんです。だからそれを狙ってるので、滑り目をし忘れちゃったっていうと、そこでちょっとこうなんていうの、見た目的にガタガタっとこう崩れたり拾いづらくなったりするので、なるべく滑り目は忘れないようにしてください。一番最初だけ滑り目って覚えてやってみてください。今編んでいる方の面が、まあ、どちらもガーター編みができるのでね、分かりづらいんですけど、こっちのこの鎖が、この別糸の鎖が見えている方、見えてる方を正面側、表面側で、鎖じゃなくてこのポコポコした方が見えてる方を裏側というふうに統一しようと思います。どちらも表目で編んでいくガーター編みっていうのは、ポコ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 っとこう波打ったような、これが、模様が出来上がっていくんですけれども、このガーターのこのポコポコ、つまり1段2段2段分で一つのポコポコができるわけなんだけれども、これを私の場合はですよ、33ポコポコで、行こうかなと思っています。まあ、もうちょっと行ってもいいかな、33から38ぐらい、まあまあ33でも私の足で入りそうな感じの、長さにはなるので、まあさっきも言ったけど伸びるので、まあ目安は33ポコポコ、段数で言うと ×2 なので66段も編むことになるわけなんですね。だからまあ結構段数は編むわけなんです。だから33ポコポコでいけるかなという形で、それはかかとの手前までこれを繰り返して33ポコポコでいきます。ちょっと訂正しまして、33ポコポコではなく35ポコポコという形にしました。で、分かりやすく今このマーカーをつけているんですけれども、まあ、ガーターってこうね、横にこういうポコポコがあって連なっていて、編み地をこう縦にこう伸ばしてもらうと、これがこのデコボコのこのボコっとなってる、これが一つのポコポコになるわけですね。で、このポコポコは一
て戻ってくる、この2段分で1ポコポコという形になって、でそして、ポコポコの数を数えてみると、ここが10ポコポコ目で、ここが20ポコポコ目で、30で1,2,3,4,5 ということで、35ポコポコ、段数で言うと70段編んだという形になるんです。だから70段結構編んだなって感じはするんだけれども、前にも言いましたように、ガーター編みっていうのはこの縦の編み地がギュッとこう縮まったような感じ、例えばゴム編み、表裏表裏のゴム編みだと、この横の伸びがこうゴムのように伸びる、それの縦バージョンだと思っていただけると分かりやすいかなと思います。でそして、この今編んでいるこの往復の編み地の最初に作り目をしたところ、こっから先がつま先側になります。今からまたこの別糸を挟み込みまして、かかとの部分を編んで、でまたさらに編み地を足首側の方にこのガーター編みを広げていくという段階になります。私の場合は、全部のこの編み地の目数を60目にしました。なのでまあだいたい半分、30目を取って15目っていう感じにすると、まあ普通の靴下の感じ、のこのかかとがこう出来上がるのがイメージできるかと思うんですけど、ここに別糸を編み込んで、まあ編み地的にはつなげながら編んでいくんですけど、後からそのこの別糸をほどいて、かかとを編んでいくときに穴が開かないようにするために、このここの目数で、もう片側のこの目数プラスここの端っこの部分を目を拾うことによって穴が開かないような感じにしたいんですね。通常だったらかかとここ30目なんだけれども、ここを28目、2目減らして28目分を別糸で、でそして1目ずつだからこうこっち側にプラスされて、ここを15ではなく16目、で16目、これを入れながら分けていきたいかなと思います。スタートは相変わらず両端は一番最初の目を滑り目にしていくので、糸手前にして右から左に針を入れてこの目を滑らせます。でそして次表目で編んでいきます。滑り目をから数えて今4 5 6 15 16 2 4 8 16 16目を編んだら、この別糸を用意して、でこっちのメインの糸はちょっとお休みにしておきます。結ぶ分の長さを垂らしておきながら、この別糸で全部で28目、1 2 3 27 28 28目を別糸で編みました。で、こっちが16目が残っているはずです。この別糸を後で結びますので、まあ前でも後ろでもいいんだけど、私はこう前側に垂らしておいて、後でここを結びます。で、この今編んできたこの別糸のこの目を左の針にそのまま針と針を突き合わすようにして移動します。移動しました。メインの方の糸をまた、手に持って、でそしてこの今編んだこの別糸の上からまた表目で編んでいきます。ここまで編みました。で、またそのまま最後までこのままの続きで表目を編みます。今度は別糸を入れ込んだここがかかとが後からできるところで、あとはこっから上は、足首のカフの部分になりますので、ここに関してはもうお好きな長さで編んでいただければいいんじゃないかなと思います。で私はまあ最低これと同じか、それよりちょっと長め
にしようかなと思っているので、そこまでできたらまた、動画を回したいと思います。この靴下は表目だけで終わらせたいという趣旨でやっていますので、最後の部分は足首の部分は、ゴム編み、一目ゴム編みとか二目ゴム編みではなくて編みっぱなしの縁編みだけをするという形にしようかなと思っていますので、ゴム編みがない分ちょっと長さをやっぱり稼ぎたいので50ポコポコぐらいは編んでいきたいかなと思います。ちなみに今この35ポコポコのところまでで何センチあるかというと 12.5 センチあります。ここに、このつま先分とかかと分がこう付け足された時に、この全体のこの大きさ、足の大きさになってくるんですけど、ガーターは23センチとかぐらいの足の方はこんだけ編んでしまうと多分大きい靴下になってしまうと思うので、もうちょっと小さめがいいかなと思います。ガーターは何度も言いましたようにこう伸びるんですね、編み地が。で、特にこれは靴下だから履いた時にぐっとこう引き伸ばされた時に結構ねこう伸びるんです。だからその伸びしろを考えないで普通のメリヤスの感覚で編み地を作ってしまうと、履いた時にすごくなんていうのフィット感のないガバガバの靴下が出来上がる感じなんです。で、ちょっと参考に、ちょっとあんまりグーグー引っ張っちゃったけど、参考にしていただきたいのが、これはまあ別の糸、フォープライの糸だけど別のオパールか何かの糸で、でメリヤスでゲージを取ったっていう編み地なんだけれども、これここのマーカーがついてるところからマーカーのついてるところまで20段あります。ということは10ポコポコと一緒だということなんですね。10ポコポコと一緒の20段なんです。それがこのメリヤスのこっからここまでの長さ。10ポコポコだとこのマーカーの上からちょい上のここからマーカーまで、ここが同じ10ポコポコの20段っていうことになります。で、実際のこの長さを比較してみるとこのぐらい違うんですね。わかりますでしょうか。こことここが同じだとして、同じ20段でこれだけ高さが違ってくるんですね。なのでメリヤス編みと同じような感覚で、考えないで、この伸縮があるっていうのをちゃんと考えながらサイズを決めるという感じで言っていいかなと思います。編み地がこういう感じで、ここがちょうどこの別糸を入れ込んだかかとのところですね。で、そして足首の部分を編んできて38ポコポコという形で、ここはもうおしまいにしようと思います。というのも私の使っているこの毛糸は、まあ、こういう感じで、この最初黒から始まって黒濃紺で、そしてだんだんこう薄くなっていって、で、この60目の幅でだいたいこのぐらいの感覚で色が切り替わっているんですね。なのでそろそろ次の色が今もう出かかっているので、ちょうど色が変わる前にやめておきたいのと、この残ったこの糸でこのカラーであと2色分あるんですね。薄い水色と白とあるんです。どちらかをかかとで使って、でつま先でこれを使ってという感じで、多分おそらく足りると思うので、使い切れるんじゃないかなということなので、足首のこの編み地はここでちょうどもうおしまいにしようと思います。こちらの今こうまだつながっている糸は、ここでもう使わないので糸を切りたいと思います。この輪針はこのまま、まあ、休み目としてこうつけた状態のままで大丈夫です。この平編みで編んできた編み地をかぎ針を使って閉じていきます。シームを作ります。縫い目ですね。こっちのつま先部分のここからどん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 かぎ針で色をですね、まあ私の場合はなんですけど、このよく見えるこの縫い目の
今から閉じていく糸がよく見えるようにしたいので、あえて今度外側のこの白い方から使っていきたいと思います。別糸のスタートしたこの作り目、これもまだほどかないでこのままの状態にしておいてください。この中になっているのが裏側、表側をこの表に見せた状態のまま目を拾っていきます。で、そして拾うところは分かりやすくこの両サイドがこれ滑り目になっているはずなので、この滑り目のこの鎖ごと拾っていく感じです。だからとっても簡単、初心者向きだと思います。この手前側の編み地の一番下のこのスタートのこの滑り目のここですね、鎖、これとこちら側もここ、鎖と鎖を合わせての、拾っていって、で、何をするかっていうと糸掛け細編みをします。糸掛け細編み、これはデミコさんから教わったやり方なんですけれども、それ以来私結構好きで、いろんな縁編みとかに、これを糸掛け細編みを作る、編むことが多いです。普通の細編みと違って、なんて言うんだろう、バック細編みみたいな、まあそこまではっきりとじゃないけど、ちょっと模様ができることと、あとね、結構ね、伸縮が生まれるんですね。完全なる細編みだとあんまり伸縮しないんだけど、この糸掛け細編みにすると、この多分糸をかけることで緩さが生まれるのかな、なので伸縮があります。なのでこれを採用しようと思います。この状態で白い糸を持って、ここですね、このように入れます。巻き込んでこれ入れ込んじゃってもいいんですけど、できる人はね、まあ後で入れればいいということで、私はちょっと垂らした状態のままいきます。この状態で今かけてきました。で、そうしたら次の鎖、隣の鎖ですね、で、これも隣の鎖入れて、このようにします。この状態で持っている編み糸をぐるっとこのように回してきて、で、そして引っ掛けて抜いてきます。で、次鎖と鎖、向こう側がちょっと見づらいので飛ばさないように気をつけて確認をしながら入れてください。はい、で、このようにまた拾ってきます。で、編み糸を持ってこのようにかぎ針をこういう感じで下側を通ってくるっと一周回ります。で、引っ掛けてこの2つを抜きます。滑り目同士なので拾いやすいかとは思います。そのための滑り目でした。まだ途中ですけど、このような感じになります。このシームをあえてぽっこりさせたいという、そういうやり方なので、こういう風になります。こっち側はこういう感じ、向こう側もこういう感じ、まあ、全く同じじゃないんだけれども、どちらかというとこう、なんていうの、今正面こっち側に見ながら進んできた、こちら側にちょっとこうペコッとこう傾いたようなね、感じの編み地にはなりますけれども、まあ、傾いても全然可愛い感じでしょうか。こういう風になります。あえて濃い色の編み地にこの白い糸を使って 目立たせたいシームという感じになっています。で、目立たせたくない方は、まあ、例えばなんだけど、巻きかがりをするとか、同色の糸で巻いちゃうとかね、まあ、そういう感じで、いろんなアレンジが効くと思いますので、お好みでやってみてください。で、そして私はこのままずっと続けてやっていって、最後の鎖のところまで行きます。糸を切らない状態のまま、ここまで来ましたら、このまま休ませておいたこの履き口のところをまた糸掛け細編みでぐるっと一周していきます。で、やりやすいように今この輪針が刺さっているんだけれども、まあだいたい半のところ、半分半分のところで、このようにコードを途中でこう出しておいて、作業を進めるとやりやすいと思います。最初の目から表目を編むように針を入れて引っ掛けていきます。で、そしてこの状態のままこっちの棒針に刺さっている方の目が落ちないように気をつけながら
糸掛け細編みをします。でまた次の目を、この方がいいですね、こうやりがちだけどこうだと目が裏返っちゃうので、こういう感じで引っ掛けてきての、で外して、でこれをこのかぎ針の下側でぐるっと巻いて引っ掛けたら、この2つを抜くと。でこれをぐるっと1周続けていきます。ぐるっと1周糸掛け細編みをしてきました。最後のところ、最後の1目がこのように終わって、今かぎ針に刺さっているのが1目の状態なんですけど、これここにぴっちり綺麗にこう留めちゃっても、ここで引き抜きで留めちゃってもいいんだけど、あえてここのこの根元でこんな感じで、こちら側の編み地って言ったらいいのかな、で最後こういう風にすると、ちょっとしたこう段差になって面白いのかなって思ったのと、綺麗にしたければ最初のところにここに入れて引き抜いちゃうっていう感じでしていいかなと思います。糸を切って糸始末をしまして、でそして、次かかとに入ります。では今からかかとのところを入っていきます。別糸のこの糸で休み目にしていたこのかかとのところ、スタートはここです。黒い方のこちらの編み地からこっちに向かって編んでいって、でここを別糸を入れたという、こういう向きになっています。でこの向きの状態のままこの別糸のこの目を見ていただくと、メリヤス編みの編み地のこれの上に、まあ分かりやすくこの色で休み目にしておいたからすごい分かりやすいと思うんですけど、これが一つの目ですね。でこれがこのようにメリヤスの上にメリヤスがこう乗っている感じになっています。だから最初の一番最初の始発点はこういう感じで見えると思います。最後まで見るとこのチューリップがこう開いているような、こういうこれですね、これだけれども、これを逆向きの逆さで見てみると、一つのメリヤスをこう取ってみると、これが一つのメリヤスの目だとすると、一番端っこがこれ半目しかないんですね。でそして左側もそうです。この普通のこのメリヤスのこの目の一番左側の端っこの目、これ半目しかないわけです。なのでこちら側とこちら側ではその拾う箇所がずれるんです。そこを気をつけながら目を取っていきたいんですけれども、まず進行方向向かってこちら側のこの目は28目、休み目に今回したので28目の目がありますから、これ別糸ね、この別糸のすぐ下のこの目のこちら右側のこの目、右側の半目、これを棒針で後ろからこうそれぞれこういうふうにすくってあげればいいわけです。こういう感じ、右側半目を後ろからこうすくってあげる。そうすると28目拾えます。だけどもこちら側の場合は端っこと端っこが半目になっているので、ここはどう拾うかというと、まあ、この別糸をちょっとこう緩まさしてあげると、ちゃんとしたこのメリヤスの目の下は普通にメリヤスの目になってるから、さっきと同じように右側半目を後ろからこう拾えばいいわけですね。だけれどもその前にこの端っこのこの別糸をちょっとこう引っ張ってみると、ここに目があるわけなんです。半目があるんですね。これを忘れずに拾わないといけないんです。でこちら側最後もそうです。この一番端の別糸をちょっとぐっと引っ張ってみると、普通のこのメリヤスのこの目の左側に半目があって、そこに別糸がこう通っているわけですね。だからここを必ず拾わなきゃいけないんです。さっき進行方向のこちら側下側はこれは28目を拾えばいいと言ったんですが、この逆側の方の、半目
を抜かしてみると、ここを数えると27目あるはずです。27目プラス端っこの半目、端っこのこの目、これを拾うっていう感じなので29目を拾う感じになります。で、分かりにくいこちらの逆側の方から、まずこの別糸はまだ引き抜かないでください。で、そしてこの棒針を使って一番右側の半目ですね、ここに別糸が通っているこの目にこのように針を入れます。で、そしてちょっと編み地が分かりづらかったら、この靴下のこちら側からググッとこう左手をね、このように入れて編み地を広げてみると見やすくなると思います。まずこの端っこの半目で、そしたら次このちゃんとしたこのメリヤスのこれですね、この別糸のこのメリヤスの目のすぐ下のこの本体の目の半目、右半目をこのように後ろから入れます。で、そして次ここ隣右半目を後ろから拾っていきます。糸が割れちゃったりすると、別糸を一緒にね引っ掛けて、取ってしまうと結局これがスムーズにほどけないので、後からバチッとこの別糸を切ることにはなっちゃうんですけど、まあ、なるべくこの全然違う糸を巻き込まないように気をつけながらこのように拾っていきます。はい、でこのように拾ってきて、で最後のこの別糸がこう通っているこれ、とじ針とかそういうのでググッと引っ張ってみると出てきます。埋もれてたらね、これです、これを拾います。はい、で今度は、こっち側、今反対側から取ったので、あとは向こう側なんですけど、向こう側は今この逆向きの状態のまま拾っていきますけど、だからさっきとメリヤスがこう逆にこうなっているこのここを拾えばいいわけですね。両方ここちょっと歪んじゃってるけど、これちょっとグッとこう引っ張ってみると、これがちょっと今隠れてたんだけど、一番端っこ、これが、一番端っこの逆向きの逆さ向きのメリヤスの別糸なんです。で、その別糸のこっち側、だから左半目か、こう逆向きで見るとね、左半目を拾っていく、メリヤスのこの目のこうやって拾う感じですね。ここ左半目、逆から見ると、でそれを、隣で拾っていきます。逆だとちょっと見づらいね、見づらいけど拾う目は28目で分かりやすいと思うので、こうですね、こういう感じ、今逆向きです。で、こっちを先に拾いにくい方のこっちを先に拾ったので、次ここを今拾ってるこちら拾うのすごい拾いづらいとは思うんですけど、さっきのようなこういうとじ針で、こう潜ってたらこう引っ張ってあげて、で刺してあげればやりやすいんじゃないかなと思います。逆側から見て、見えづらい拾いづらいっていう時には、これをまたこのこっちが足首側ですね、このように取って、でそしてこのちゃんとしたこのメリヤスのこっち側の方向から拾えば拾いやすいんじゃないかと思います。このような感じでとじ針などを利用して、この別糸のすぐ下に埋もれているこれを取ってかけてあげる、この別糸の下のこの右側半目になりますね。今度こっちから見るとね、こういうふうにちょっとこうほじってあげると出てくるので、これを引き上げてかけてあげる、最後のこのメリヤスのこの下側、これですね、これを忘れずに引っ掛けてあげて、はい、28目あれば OK です。で、こういう感じで全部の目を漏れなく拾えたら、この状態であとはこれを別糸をほどいていけば
大丈夫。この針が刺さっているところで、やると結構キチキチミチミチになっているので、こうずらしてあげてコードにしてあげると取りやすいんじゃないかなと思います。はい、全部取れました。このような感じになりました。はい、でそしたらこういう感じで、かかとの部分がぐわっとこう開きました。で、28目の29目なので、まあ30、30にしてもいいし、まあ、とにかく偶数目になればいいと思うんですね、かかとなので。でここの横の部分がこう開いているから、ここから、何目かを増やし目をして、目数もちょっとこう増やしながらいくと穴が開かないという感じになるかと思います。で私は28だから28の29、30でこの横から2目取る。でこちら側はもう1目をどっちから取ろうか、まあどっちでもいい。こっちの方がなんか穴が開きやすそうかな。はい、まあちょっとその辺調整してやってみたいと思います。糸は、このフロントのシームとこの足首のここの部分は、外側の白い糸を使いましたが、またちょっとね、中からにしようと思います。で、ほどいたこの別糸はまたもう片方で使うので、綺麗に外れたのでまた取っておきます。ここの横からまずスタートの一目を取りたいと思いますので、この、最初のこの一目目の下の下のこれ、この半目をねじり目を編むようにしてすくい上げると、で表目を編むと多分穴が開きづらい感じになりますので、ねじり目を編む要領で一目目を編みます。でそして次の目を編みます。3、4、28、29で、30目、もうどこから拾ったら良さそうかな。この真横に渡っているこういう糸を拾っちゃうと大きく穴が開いてしまうので、これを拾わずに今編んだ最後の目の、下の下のこれですかね、これを拾えば良さげ。なんかでも違うな、ちょっとこうすくってみて伸びなさそうなところから拾う。で穴が開きそうだと思ったらねじってみる。こういう感じで、いくと、穴開きも防げるんじゃないかなと思います。でこれで今30目拾ったので、マジックループで、でこちらはもう片側、ここで1目拾おうかな。これもねじってみます。そうすると穴開きがおそらく大丈夫だと思います。で3、4、28、29、30、これで30、30、30でこのような形になりました。今回は全部表目で編める仕様ということなので、これから今からぐるぐるとかかとを編んでいきますが、表目のみでぐるぐるいくので、編み地はガーターではなくメリヤスになります。だけどもしそのまんまかかともガーターでいきたいわって考えている方、アレンジしたい方は、次に、また一周ぐるっと裏編みで一段を編んでください。裏編みで一段編んで。で、それから、次の段、さらにその次の段で、表目で編むときに減らし目をしていくっていう形を取ると、スムーズに綺麗にガーター編みでの、編み方になっていくと思います。裏編みで何もしないで一周、表編みで編むときにこことこことこことここを減らす。でまた裏編み一段かまして、表編みのと次の表編みのときに、減らすっていう感じで減らしていきます。だけど今回は表目での説明になりますので、裏編みは編まないでいきますので、ここから次からもう減らし目のところに入っていきます。この最初の目と次の目、ここで減らします。表目を編むように針を入れて移動して
次の目で、また表目を編むように針を入れて表目で編んで、でそして左の針でかぶせる。そうすると右上2目一度になります。で、最後の2目手前まで表目で編んでいって、あ、ここでちょうど色が変わった。うん、あ、そうだよね、さっき色が変わる手前でストップしたんだもんね。で、この片側の最後2目手前まで表目で編んできました。で、そうしたらこちら側、編み地の左側は左上2目一度をするので、左側からちょんちょんとこういう感じで表目を編むように針を入れて、でそして一緒に編んでしまいます。そうすると左上2目一度、ここでまた目が減りました。こことここ、はい、で、マジックループでもう片側に移って同じことをします。編むように針を入れて移動して、次の目をやはり表目を編むように針を入れて表目を編んで、左の針でかぶせてあげる。でギューッと引き締めます。次の目を表目で編んでいって、この面の最後2目手前まで編みます。2目手前です。で、この編み地の左側は左上2目一度をするので、ちょんちょんと2ついっぺんに左側から針を入れて、でそしてぐーっとちょっと引き締めながら編みます。なのでこの1周の中で1、2、3、4箇所、目が減りました。で、今は減らした段なので、またぐるっと1周回ってきましたので、次の1周は何も減らさないで1段で、そしたらまた減らす段で1段、減らさない段で1段っていうのを交互に交互に繰り返していくと、目がどんどん減ってって、こう山みたいな形になっていって、まあお好みのところでストップしていただければいいかなと思います。で、まあ私の場合は多分片側12目になるまでいくかと思いますので、そこまで進んでみます。かかとのところの目数が12目になるまで減らしていきました。このような形になりました。ここで、私の場合はまたこの外側の白い糸を使って、ここの目を閉じていきたいと思います。で、通常だったらここはメリヤス剥ぎをして、まあ進むのが編み地がこうつながっていく感じで、まあ普通に綺麗に仕上がるんですけれども、このシームの糸掛け細編み、これを使用して、ここも閉じていきたいと思います。メリヤス剥ぎを敬遠されている方にとっては、まあ一番こう簡単な感じですね。かぎ針を使って、こちらのやり方と同じようにして留めていけばいいので、とても簡単にできると思います。で、またここ糸を変えることによって、アクセントにもなるので面白いんじゃないかなと思います。こういう感じで新しい糸を沿わせます。で、私は同じこの4号を使っていきますね。2本の針がこのようにかかっているので、このまま手前側の編み地の最初の目に針を入れて、向こう側の目にも、ちょっと入れづらいけど、表目を編むようにお互い針を入れて、白い糸、新しい糸を引っ掛けて抜いてきます。で、抜いてきたら、この一目同士を棒針から外します。で、そして次から、またこの次のこの目手前側の針の目表目編むように針入れて、次の目も同じように表目を編むように針を入れて、で、まあ、こうやりがちなんだけど、どっちでもいいや、これはこれでもいいし、ちょんちょんと、はい、で引っ掛けてきて抜いたら棒針から1目ずつ目を落とします。で、かぎ針に今2目がかかった状態になっているのを、これを
ちょっとこっちの棒針の目が落ちないように気をつけながら糸掛け細編みをします。ぐるっとこの編み糸をこのかぎ針の根元に巻きつけて、でそしてぐっと編みます。でまた最初の目、向こう側のこの最初の目針を入れて、まあだからこうやりがちだけど、ね、どっちでもいいんですけどね、私はちょっとこれでいきます。で、それぞれの目を、抜いてきたら棒針から外して、他の目が落ちないように気をつけながら、この編み糸をちょっと見えづらいですけど、このかぎ針のこの目の根元に巻きつけるようにして、でそして抜いてくる。でこれを最後まで繰り返します。最後までいったら、一目までいったら糸を、処理する用の長さ分を残して糸を切って、こういう形になります。で最後に裏側でそれぞれね処理をします。でかかとができました。こういう感じ。まあちょっと邪魔になる感じかもしれないけど、アクセントとしては面白いんじゃないかなと思いますので、このぽっこりしたこれがね、このかかと側にこうちょっとこう飛び出るような感じで面白いかなと思います。でもまあこれが嫌な方ならば、メリヤス剥ぎをねされるのが一番いいんじゃないかなとは思います。でそして次につま先ですね。でつま先はここの糸を今からほどいていくんですけれども、ここのフロントのシームを、まあこういう感じで向こう側にしてみた時に、この左側のこの鎖の先頭、ここが先頭になりますね。はい、鎖の根元がこっち側になります。こっち側で、こちら側の鎖の先頭、頭側の方をほどいていくので、こういう尖ったもので、この止まっている結んであるこの目をほどくと、これがさーっと抜けるようになりますので、棒針を用意してもらって一個ずつちょんちょんと取ってた方がやりやすいかと思います。はい、で次この目がありますね。この目にこのように針を入れて、でポッと1個外すと目が移動できました。でまたこう別糸を左手でこう持ちながら、この目のこっち側からこのように針を刺して、刺したら外す、刺したら外す、後ろから刺したら外すっていう感じで、一目一目やっていくと失敗がないと思います。まあ、やれるとこまで外して、で輪針なので全部をぐるっと一気にやることができないので、途中で15目ぐらいとりあえずやったら、ぐーっと針を引っ張って、でここでこうマジックループのようにこうコードをここでたるませて、次やると多分やりやすいんじゃないかなと思います。でまた同じことの繰り返しで別糸をほどいていきます。はい、これで30目取れました。でまたここで、ぎゅーっと引っ張って、でこっち側もまたこういうふうにコードをたるませると、こういう形になって、でまた続きの15目をここで拾っていきます。これで2、4、8、14で、最後の一目っていうのが目ではなくて、ここをこれ最後引っ張ってみると、こういう感じで目じゃない部分の糸に引っかかってるんですね。でこれをちゃんとこう針にかけます。でこれで15目目という形になります。はい、でこの糸を別糸を抜いちゃって、はい、こういう形になりました。
このかかとで編んできたような感じで全く同じように進んでいけばいいんですが、これ今ちょうど前面のフロントのところに針がこのようになっているので、ここからスタートしちゃうとちょっとこうずれたつま先になってしまいますので、こう拾いやすくするために今このようにしましたが、15目ずつ移動します。この最後に拾ったのこれちょっとこう目じゃないから一緒に重なっていますけど、一つの目としてちゃんと忘れずに拾って、1、2、3、15と移動してください。でここまでこういう体勢を整えると、このこれがフロントですね、こっちが足底側になります。この足底側の方から糸を足して、つま先を編んでいくというこのスタートになります。こういう状態ですね、ここからスタートします。で、まあこれと同じ編み方をしてい行くとなると、もう動画的には何も説明する部分がないので、ちょっと私は別のやり方で、行きたいと思います。これをそのままここにつま先を作ると、つま先の先端がこの糸掛け細編みで、まあ、アクセントになるというやり方で、それはそれで可愛いんですけれども、私は、まあ、初心者さん向けではなくなってくるんですけど、あの裏編みも出てきますんで、引き返し編みを使ってここからこちらの面だけ、足の底の面だけを、引き返し編みで編んでいきながら、向こう側を編んで、で向こう側のこっちの面はだから休ませておくわけですね。この前面側の方の目は休ませておいた目と、最終的にこの糸掛け細編みでつなげるというやり方でちょっとやってみたいかなと思います。だからいろいろこれもアレンジが効くと思うので、これをそのまま同じように編んでも可愛いし、ちょっとアレンジされても、あの靴下編みをやってきた方はね、あのこれだと多分物足りないかなと思うので、アレンジしてやってみると面白いかもしれません。これもだから最後白いところを使うから、でも白目立つのかな、まあいいや、まあ、白は取っとこう。でこの水色の方で編んでいこうと思います。はい、靴下が完成して、ブロッキングも終了しました。履いてみたんですけれども、つま先とかかと以外はまあガーター編みなので横広がりな感じなので、ちょっとこうルームシューズ ルームシューズ的な感じにはなってますが、あの履いてみるとそんなにブカブカではなくフィットする感じじゃないかなと思います。どうしてもやっぱり緩さが気になるという方は、そもそもの目数を、60目、今回60目にしたけどそれよりも少ない目数で編んでみてください。一番多分ね緩いんじゃないかなと感じるのがここのカフの部分じゃないかと思います。こういう感じになるので、そんなにここを糸掛け細編みあんまりゆるゆるではやってなくて、普通にやったつもり、どちらかというとちょっとややきつめにやった感じなんですけど、こういう感じになりました。もう片方の方も、実は出来上がりました。こういう感じです。同じこの玉巻き 50g ずつで売っていたこちらのショックヤーンを逆側から編んでいって、白い方から編んでいって、で黒い方の最後の糸で一番濃い方でこのフロントのシームをこんな感じで編んでみました。だからコントラストが面白いんじゃないかなと思います。今回の今年の靴下の日ライブリレー2022、このような感じの
フロントシームの靴下、フロントシームソックスが出来上がりました。履いた感じをね、着画なんぞをこの後に一応差し込んでおこうかと思いますので、それでまあぴったり、編集して1時間になればいいかなと思います。まあ、簡単な靴下なのでぜひどうぞ編んでみてください。なんて言うんだろう、まあ、簡単だからそんなにこうなんかテクニック的に特殊なものがあるわけではないんですが、このフロントをねつなぎ合わせて最後閉じ合わせて、このシーム縫い目としてあえて目立たせたことで、他にはない、まあ、面白い靴下になったんじゃないかなと思っています。で、履いた感じもね、まあまあ可愛い感じがしますので、ぜひどうぞその辺もちょっと楽しみに見てください。それでは今回の靴下の日ライブリレー、チャットの方でご参加いただいた方、アーカイブで、ご覧になってくださっている方、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。